銀行の空中店舗の一例第四北越銀行横浜支店が入っているビル外見からではわからないことも多い空中店舗とは雑居ビルやオフィスビルの2階以上に出店することである会場店舗ともタイとなる概念に路面店があるなお百貨店や大型スーパーショッピングモールなど施設そのものが商業を目的とした 施設の2階以上に出店する場合は空中店舗とは言わない。主に都心や駅前、繁華街など道路に面した路面店の出店が難しい地域でオフィスビルの2階以上の一部区画をテナントとして借り受けて営業を行う出店形態を指す。路面店と比較すると家賃が安く初期投資やランニングコストを抑えられる反面、集客力が低くなるというデメリットもある。 通常、金融機関の店舗は、顧客の利便性を考慮して1階に営業窓口、ATM を置くか、1階を含めた複数階層に店舗を設置する形態が大多数を占めるが、法人営業拠点や地方銀行が、東京や大阪など遠隔地に設置する視点の場合は、家賃軽減や、防犯のためにあえて1階に店舗を設置しないケースがある。 この形式の店舗は ATM が設置されない場合が多いため、近隣の多項 ATM を共同利用化という方式で、キャッシュカードの相互無料提携が実施されることや、手数料有料の場合が多いながらも、コンビニ ATM への誘導がなされるケースも見られる。また、ATM が設置されてはいるが、店頭営業エリアと仕切られていないため、窓口営業時間内しか使えないケースも少なくない。 なお、1階に ATM のみを置き、銀行利用者専用の階段やエレベーターで2階のロビーに誘導する形式の店舗は、通常、空中店舗の範疇には含まれないとされる。特殊な例として、七島信用組合三宅島支店が、小山噴火による全島避難に伴い、2000年9月から2005年3月まで、東京都港区浜松町の当初会館ビル内に、 空中店舗形式で三宅島支店東京仮事務所を設置したこともあった。このほか森の都信用金庫の本店を新築した際に、本来は路面店である拠点の仮店舗を空中店舗化していたケースなどもある。なお、証券会社や生命保険会社、消費者金融については、都心部ではほとんどが空中店舗となっている。法人、メディア、 通信販売に特化した旅行会社などは一部の支店や営業所を空中化するケースも見られる。ほか、結婚式プランなど、ある程度顧客が限られている場合も空中化が多い。一例として、HIS 新宿店では1階を海外旅行、6階に国内旅行と挙式コーナーとしているほか、JTB 首都圏、トラベルゲート、新宿本店では1階を海外旅行、 二階を国内旅行、三階を結婚式、新婚旅行をコーナーとしている。名鉄観光サービス、銀座支店や日本旅行新宿支店のように、個人対象でも空中化するケースもある。また、日本国内の航空会社では近年、インターネット予約の発達や航空券の電子化などにより、発券カウンターを廃止、削減する傾向にあり、 大都市で残されたカウンターもほとんどが空中店舗化しているが、日本国外の航空会社については路面店も多く残っている。カツラ、バシケ、エステティックサロン等のコンプレックス産業等の業種においては、都市部では支店、営業所の多くが空中店舗であり、中、高層ビルの1階に店を構えるところは少ない。これらは業者の都合というよりも商品の性質上、 顧客のプライバシーに対する配慮として、あえて目立ちにくい、店舗形態をとっているとも言える。また、著名人が訪れる、美容室、理髪店についても、空中店舗が多く見られる。ファーストフードや、ファミリーレストランは少ないが、個人経営や夕方以降の営業が多い、居酒屋チェーン店では、比較的多く見られる。ただし、雑居ビルの場合、バリアフリーに対応しておらず、 音竹広忠のように、事前予約はしたものの、車椅子利用であることを告げておかなかったため、入店拒否されたケースもあるまた、鳥貴族は、出店コストを抑えるため都心部では、空中店舗、地下店舗を積極的に出店している。このほか、展望性を高めるため、あえて高層階に出店するケースもある。インターネットカフェやメイド喫茶、個室ビデオ、カラオケボックスも、 空中店舗が多いが、ゲームセンターパチンコ店は1階に構えるところが多い。司会や自備課などの都心部の開業員や小規模委員で多く見られるほか、精神科や性病検査機関などはあえて空中店舗で開業するケースも多い。ハローワーク、新宿や足立のように滞在時間が比較的長いようなところでは、ビルの上層階に出店するところも多い。 平売店、量販店、キャリアショップ問わず、都心部であっても、空中店舗や地下店舗は少ない。副葬式は、都心部は多い。水保銀行三宅島出張所も、母店である東京中央支店が事務取り扱いを行っていた。 http:// コロンススララッッシシュュ新宿 .his-j.com スラッシュアバウトハット http://www.jtb.co.jp コロンスラッシスラッシュショップスラッシュ新宿スラッシュ音竹広忠入店拒否されるビジネス新伝説ルソンの壺目指せ非効率な焼き鳥チェーングーテレビ番組2013年1月4日 ありがとうございます。